皆さんおはようございます。2016年日本モトクロス選手権シリーズ第9戦最終戦 MFJ グランプリ会場のスポーツランドスゴーです。よいしょ。日曜日朝、6時半なんですが、上空は、このような、秋らしい好天です。今のところ、雨の心配はないみたいです。コースはまだちょっと影になってますけど、ライダーの話だと若干硬いっていう話ですね。昨夜遅くまで、散水が行われて、また再び あまり今回はトラックのメンテナンスをしないでいくっていう、ブリーフィングでの話でしたが、昨日に引き続きいいコンディションに仕上がっています。さあファイナル、みんなに頑張ってもらいたいなと思います。